今回の雑学はこちら。はい。ビールを飲むと太るのかと。よく、ビール腹といってお腹が出ている人がいますよね。実際、ビールを飲むと本当に太るのかと。はい。ビールの成分は、アルコール分が 4.5% で、あとは栄養分として、微量のタンパク質と糖質があるみたいなんですね。日本酒やウイスキーより低カロリーの飲み物で太る要素はないと。ビール腹で太った人が多いのはビールに含まれるホップにある人。ホップの苦味が消化液の分泌を促し、他の食べ物の消化を助ける栄養吸収保身剤、促進剤の役目を果たしていると。はい、いうことです。